長芋を手に入れたのですが、おすすめの食べ方がありますか長芋、まあ長芋つってもね、いろんな種類のがあるんですよね。割と促成栽培で案外手に入れられるような、いわゆる長芋だと、うん、シャバシャバだから、要するに長芋として食べるのは一番いいんですよ。で、まあ、シャバシャバな分だけ、あの、と、短冊に切ったりとかして、ちょっとその、梅、梅、なんか梅肉なんかつけたりとかして食べるのなんかいいんですよ。これはむしろ、歯ごたえが少ない分いいんですけど、僕がすごいおすすめなのは、 鳥取にある粘りっ子っていうものすごい、あの、粘る鳥取の、その、ま、山芋というか長芋なんですけど、これはね、もうね、粘り気がものすごい強いんですよ。だから、吸った後でも、そのまま箸でこうやって刺してこうやって持ち上げると、そのまま持ち上がるぐらい強いんですね。で、これを、ま、そのまま食べても美味しいんですけど、焼くのがいいんで、えっとね、俺が好きなのは、 歯ごたえを入れたいわけ。だから、かなりごまを入れたりとかし,しながら、あの、えっ、ー、と、練っていただいて、好みの量で、お醤油、ちょっとお出汁入れて、ごま、歯ごたえごま、あとあれとかみんなの、あれわかりますあの、しその実みたいなのの、あの、漬物みたいな。ああ、ちょっと歯ごたえのあるものを入れて、で、ちょうどパンケーキ状ぐらいの大きさにして、で、そのフライパンで両面焼くと、もうちょっとお好み焼きみたいになるんで、それを、 焼いてる間に多分ちピザ来るんで, <laughs> <laughs> で。あの、いわゆるゴルゴンゾーラチーズだけのピザに蜂蜜をかけて食べればいいで <laughs> <laughs> サルバドーレのピザを頼めばいいです。ね、DOC ってのもうまいんですけどね、えー。サルバドーレのピザについてるぐらいのあの蜂蜜の量が一番いいですから食べればいいんですよね。それが一番いい食べ方だと思います、ね、<laughs> 山芋はもうあの忘れていいです。大丈夫です。<laughs> ね、だうまいですけど、これうまいですけど、これは食べないんです。これは食べる。あくまでこれを焼いたにもかかわらず、 サルバドーレのピザを食べて、日本人としてその山芋で作ったお好み焼きの和のものを今作り終わってるって、しかも、鳥取の農家の人たちが鳥取で美味しいものと思って作ったブランドですよ、これ。ね。それに、その、かなり工夫をして焼いたものがあるのにもかかわらず、宅配ピザを食っているこの背徳感です。この背徳感がソースになるんです。それでわかんないから腹をすかした子供が、このなんか山芋の焼いたやつ食べていいって言ったら、ダメって。 おじさん食べんのわからないっっ <laughs> <laughs> で、その背徳感でピザを、じゃあピザちょうだいもっとだめっていうのが、その一番、<laughs> あの、いい食べ方ですね。